していた。猪狩対鳥羽、名もなき少年の思いが会場に歓声を呼び起こす。それでも2人の戦いを止めることができれば大当たり。なんでこんなに広いんだ。まだ開くんじゃねえよ。スロットスロットいい試合になりますよ。やべえ、どうすんだよ。はい、集団バトル。今ゲートドームにいるんですけど、よく知らせてくれた。いいか、今から君に重大な仕事をお願いしたい。今から2時間、いや1時間半だけ試合開始を引き延ばしてくれ。俺が手に示しろ。この事実をテレビ局へ流してください。今すぐマウント飛ばそう。アントニオ猪狩が戦おうとしている。今テーパドームで見たかったでしょ。皆さんテレビ見たか。パシパシパシ、まさか。大変だ。本当かよ。すいません。お前もうちょっとゆっくりやってないか。30秒は経ったのにちっとも終わらんじゃないか。なぜ時間稼ぎをしとるのかね。だめだ、質問に答えたもや。そいつはすげえ。うわあ、という攻防だ。行くぞ。電音ボタンを押し続け、ハンマの血を目覚めさせよ。電音ボタンが震え